どうも、ルノです。おはようございます。今日は、お出かけするので、その準備の様子をお届けできたらなと思います。今日は久々にこうゆっくりね、好きなことができる時間ができたので、ショッピングしたりとかカフェ行ったりとか、のんびりとね過ごしていきたいと思います。まあそれで今日はね、スキンケアからメイクして、さらにそのお出かけの様子もちょっとこう Vlog として載せれたらなと思っております。結構盛りだくさんな内容になってると思うので、ぜひ最後までお楽しみください。じゃあ最初にね、ちょっと洗顔からやっていきたいと思います。じゃあレッツゴー。ではね、洗面台に移ったのでスキンケアからやってきます。洗顔がオルビスユのフォーミングウォッシュ使っていきます。このさ、オルビスのさ、この洗顔わかる？これ泡がさ、超もっちもちなんですよ。もうね、泡立てネットで簡単にね、こんなにモコモコな泡ができちゃうので、もう朝の洗顔これだけでも楽しいです。この泡で洗う感じで摩擦なく優しく洗っていきます。続いてエッセンスローションを使っていきます。このさ、ローションすっごいね、オルビスの中でも人気なイメージがあって、そう、私のね周りでは使ってる人がね多いんですよ。こう出した時にね、液だれしないんですよ。こう出してお肌につける時までに、こう腕に垂れるとかそういう感じでなく、もう全部たんまりとね、こう肌につけられるのがすごくいいですね。うん、扱いやすい。だしね、なんか結構潤うんだけど全くベタつく感じがないんですよ。ほんと天中朝夜使いやすい化粧水って感じ。うん、間違いない。私もね、このシリーズ普段から使ってるんだけど、特にこう乾燥した時とか肌がね揺らいでる時とかに特にねお世話になってます。最後にジェルモイスチャライザー使っていきます。しっかりクリーム塗って保湿していきます。そしたらこのままね、お部屋移動してメイクしていこうと思います。早速またメイクをしていきたいと思います。最初がですね、今年も話題の日焼け止め、リンクルブライト UV プロテクター使っていきます。カラー的にはホワイト系で、こうクリームみたいなしっとりしたテクスチャーになっております。量的にはね、このパール一粒大の大きさに塗っていきます。あのね、中央分かりやすいようにここにね量の目安があるので、それ通りにねしていただけたらと思うんですが、これめっちゃありがたいですよね、見やすい。でそれをこう5点置きして伸ばしていきます。本当にね、日焼け止めはね大事。お肌の調子がいいとメイクもすごく綺麗に映えるじゃないですか。ベースとしてね、綺麗なお肌作りは大事だと思うんですが、もう最近この年齢になって分かりやすく、こう紫外線の影響を受けやすくなったというか、そう、目に見えてこう気になる部分がやっぱ増えてきたりしたんですね。そう、それってやっぱり紫外線とか、まあそういう花粉とかいろいろな影響あると思うんですけども、日焼け止めとかきちんと塗ればこう守れるっていうところがあるので、遅からながら去年から私はね危機感を感じて塗ってるんですけども、本当に今はお出かけする日、お家にいる日関係なくこの日焼け止めを塗っております。でこの日焼け止めやっぱ最近使い始めて思うんですけど、めちゃめちゃ使いやすいです。クリームみたいな感じなんだけど、こう分かるかな、ピタってくっつくんですよ。しっかり潤うんだけどベタつく感じがないので、なのでこうお家にいる時も使いやすいっていうのありますね。なのでほんとクリームみたいな感じで塗れるので、スキンケアの最後としてすごく使いやすいアイテムかなと思います。だからこうメイクの最初というかはスキンケアの最後ぐらいな感じの意識の方が忘れずにね日焼け止め塗っていけるんじゃないかなと思います。あとこれね、私お家にいる日でも使ってる理由としては、石鹸で落ちるんですよ。優しく石鹸で落とせるので、だから私はねお家にいる時も最近はずっとこれね使ってます。そういう意味で毎日使いやすいっていうのはやっぱりいいですね。今日はねお出かけするので、ちょっと多めに出して首元にも塗っていきます。あとね、この日焼け止め使いやすいだけじゃなくて、ちゃんと効果としてもすごくて、これがね攻めと守りどっちもねアプローチできる進化系攻防一体型の UV なんですよ。攻めの部分としては、この日焼け止めでシワ改善、美白ケアがねできるっていうところと、守りの部分ではこう日々のねやっぱ紫外線とか花粉とか、あと有害ガスとかブルーライトとか、もうそういう日常にねあるものからもこう守ってくれるっていう
ところで、ちゃんとそういうねお肌のことも守ってくれつつ、きちんとこうケアもできちゃうっていうね、本当にねすごくいい日焼け止めだなと思います。やっぱ日焼け止めなんだけどスキンケアみたいな感じで使えるから、やっぱこう私もお話いただいてこう実際に、ね、使ってみた時に、やっぱこうオルビスだからできるんだろうなってすごくね感動しました。スキンケアとかもねたくさんやっぱ取り扱ってるからこそ、やっぱここまで攻めたアプローチができるんだなってね思ってます。続いてオルビスのトリートメントプライマー使っていきます。でカラー的にはこのような感じでちょっと明るめのベージュになってます。これも適量取って伸ばしていきます。でねこれも軽いんだけどこうスーって伸びてくれます。だしなんかね肌のトーンがちょっとだけ上がる気がするんですよ。綺麗にねこうふんわり肌のトーンが上がる感じ。なんかこう春のメイクってイメージ的にがっつりメイクしていくというかは素肌感っていうのがすごく大事だと思ってて、こうふんわりとこうトーンを上げてくれるっていう下地はね特にね春のメイクとかにぴったり合うんじゃないかなと思います。まさにこの下地とかすごい綺麗にトーンが上がってくれます。こうちょっとしたお出かけとかは本当にもう日焼け止めとこの下地だけでもいいかなって思うぐらいすごい仕上がりも綺麗です。で今下地なんだけども、こっからは日中のお肌をケアしてくれる美の育成ベースメイクということで、守りと潤いにアプローチしてこう張りのあるお肌に導いてくれる2ステップになります。後で紹介するねこのファンデーションとこの下地、この2ステップどちらともこれはもう花粉とかブルーライトとかチリホコリとかそういうところからお肌守ってくれるので本当にねありがたいな感じの仕上がりなんですが、わかる？すごい綺麗じゃないですか。だけど全然厚塗り感もないんですよ。そうもう素肌感がすごいで密着感がやっぱすごいんですよ。でこれ光拡散効果で乾燥小じわとか毛穴とかをね綺麗にカバーしてくれるので、こう潤いとツヤをこう仕込みながらこう透明感のあるお肌に仕上げてくれます。これまあ春とは言わず本当に夏とかも期待できるんじゃないかってぐらい本当にね使いやすいアイテムだと思います。私ね実はこれ何回も使っててすっごい思ったことがあるんですけど、本当にねびっくりするぐらい崩れにくいと思います。ちょっとそれもねぜひお見せできたらと思うので、ぜひ最後までね動画見てってください。続いてオルビスユーのトリートメントクッションファンデーション使っていきます。私今日はナチュラルを使ってるのですごくね肌に馴染むカラーになっております。パフのね3分の1を取って内側から外側にトン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 と伸ばしていきます。でさらにちょっと気になる部分は少量取って足していきます。これのねまとめしたいところはちゃんとこう綺麗に仕上がるんだけども、近くで見ても全然塗ってる感がないんですよ。そうわかるかな、今もうこっち塗ってるんですけど全然ないんです。ほんと素肌が綺麗に見える仕上がりです。全くね圧迫感がないです。仕上がり的にはね結構シルキーなツヤ肌で本当にこう透明感が出てくるような感じになります。こう透明感のあるメイクをするって時に私もすごく思ってたんだけど、お肌のさイエローベースブルーベースって考えた時にさ、こうブルーベさんの方がすごくこう透明感があるっていうイメージがあるじゃないですか、なんとなくね。で私前診断受けた時にイエベでなおかつオータムなんですよ。だからね私的にはこう透明感とかメイクで出していくのは難しいのかななんて思ったりしたこともあったんですけども、このベースメイク一式ねやってすごくねその透明感っていうのを自分の肌ですごく感じたので、だからこうメイクとかで透明感出していくのって難しいのかなとかそういう感じで思ってる方とかもぜひ使ってみてほしい。今まで難しいって思ってたのが嘘みたいに簡単にパパッとねこんな感じでね綺麗に透明感のあるお肌にね仕上がります。それもね私使っててね本当にいいなと思って、私はねリアルに最近毎日これ使ってます。本当にこんな感じで綺麗に仕上がりました。でこれがですね汗とか水とか擦れ落ちを防いでくれるので、本当にまさに今日とかそうなんですけど長時間お出かけする時とかそういう時にもすっごくね使いやすいアイテムかなと思います。うん、だしこれからの夏の季節とかにもね私はすごくね期待してます。あとねベースメイクのポイントとしてね、パウダーをこうスポンジで取ってこう乗せていくとね薄くねピタッとくっついてくれるので、これでねより崩れ防止にもつながるので、私はこんな感じでポンポンポンと乗せていきます。ということでベースメイクはねこんな感じになります。ここからちょっとこうメイクをまた足していきたいと思います。じゃあちょっとまたね。
はい、完成しました。メイクはね、ちょっとオレンジっぽい感じにしてみました。うん、春っぽい感じ。やっぱこう肌がふんわりしてるからか、本当にこう明るめなカラーとかが特にね相性良くて、とてもねいい感じになってるんじゃないかなと思います。じゃあね、ちょっと今からお出かけしていきたいと思います。帰ってきました。お肌の状態今こんな感じなんですが、どうですか？口紅とかは正直落ちちゃったんですけど、ファンデーションとかね、このよれてる感じがね全然気にならない。であとね、夕方ぐらいになると私おでことかこの辺とか結構ねテカりやすくなるんだけど、長時間お外に出ててお直し一回もしてないので、そう本当にねこのベースメイクだけで長時間つけててすごいテカりにくく感じます。でこれがラスティング効果の皮脂洗濯テカリ防止成分が入ってるので、本当にこうテカりやすい私とかにとっては本当にありがたい。まあさっきも言ったけど、本当にちょっとしたお出かけとかに日焼け止めとか下地とか用途に合わせて選んで使っていけるっていうのもすごくいいし、あとねやっぱりこうスキンケアみたいな感じで使えるのがすっごくいいなと思いました。本当にねこれからも、まあ、紫外線とかそれこそ花粉とかでねこう刺激を受けたりとか、あとホルモンバランス、あと生活習慣とかでお肌がこう日々ね変わっていくことっていうのはあると思うんですけども、ゆらぎ対策を一緒にね頑張っていきましょう。ということで今日はここまでとなります。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。